どうも、アキです。プロスペースやっていきます。はい、エージェントエースイベント、なんとかギリギリチケット累計900枚使用できましたので、今回はこちらの S ランク契約書を使っていきたいと思います。その前にゴールド契約書5枚あるので、こちらの方を先に使ってしまいましょう。はい、うわ、ほんとね、うわほんとギリギリでした。今のゴールド契約書です。わお。ホンダ、2016シリーズ1かな。本田選手、びっくりしたー。はい、たまにこのね、ゴールド契約書から引けるエースはね、嬉しいですね。よかったよかった。ということで、本当にギリギリでした。もうあと30分とかのところで、なんとか集め切ることができました。で、しっかりこう、最後ね、オリックスの捕手 S だけ揃えられなかったんで、狙ったんですけど、結局、あそこは、オリックス A ランクの伊藤選手でね、埋めましたね。なので、捕手だけ S になりませんでした、というところでした。はい。でも、なんか、藤井とか、待てよか、藤井とか、あれ、あと誰だ、誰か外国の選手が、上限解放、限界突破ですね、5回できたりとか、かぶりは結構引けたんですけどね。待てよは違うよ、阪神の中継ぎだもん。名前が出てこない。思い出した、モレルだ。はい、モレルと藤井が限界突破5回できたんですけど、最後 S 捕手だけ引けないっていう感じでしたね。はい、というわけでラスト S ランク契約書引いていきましょう。さあ、誰来るか、お願いします。2016シリーズ2来い。お願いします。めっちゃ頑張ったからな、900枚今回。結構長い道のりだったよ。さあ、誰だ、北条、あー、シリーズ1だ。はい、ということで、シリーズ1の選手でしたね。まあまあまあ、気長にね、やっていきたいと思います。また、プロスペースのイベントも動画にしていきたいと思っておりますので、プロスペースの動画これからも楽しみだよっていう方、ぜひともグッドボタンよろしくお願いいたします。というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回のプロスペースの動画でお会いいたしましょう。アディオス。